はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、このアンサング・シンデレラあ、病院薬剤師、青井緑っていう人の作品ですね。この荒井ままれって人の作品で、この漫画は、あの、月刊、月刊コミックゼノンっていう雑誌で、2021年の7月号から12月号までをまとめた作品ですね。で、この作品の、まあ最初の第1話は、あの、 学校薬剤師っていう、なんか、まあ、そういうのが僕あったのも知らなかったんですけど、あの、薬剤師から毎月一回、まあ、数時間ほど使って学校に来て、性質検査をしたり、学校に、学校の子供たちになんかそういう薬の効能だったり、副作用だったりのことを説明したりとかするっていうのを、なんか月に一回来てるそうです。 まあ、僕の頃いたかどうかちょっとわかんないんですけど、もう30年以上前ですからね、まあ、昔とは違うかもしれないですけど。で、まあその話のこの最後の方で、なんかしょっちゅう何もなくても鼻血を出してしまう男の子が来てあ、出てきたところでこの第1話は終わるんですけど、第36話は終わるんですけど、ここであの、この子供がなんでこんなに鼻血を出すのか。 っていう、あの、まあ、いろいろ検査して、あの、まあ、ここの38話で回復するんですけど、原因は父親だったんですよ。父親が、代理、ミュンヒンハウゼン症候群っていうのにかかってて、あの、これまず、ミュンヒンハウゼン症候群っていうのは、自分でわざっと怪我をしたり、病気になるようなことをして、したりして、まあ、父親とか、周りの人に、あの、かまってもらいたいと。かまってもらうために、わざっと怪我をしたり、病気になったりするのを、あの、 ミュンヒンハウゼン症候群って言うんですけど、これの、まあ、代理ミュンヒハウス症候群っていうのは、あの、自分じゃなくて、あの、例えば自分の息子だったり、まあ、子供だったり、ペットだったりをわざっと怪我とか、病気させたりとかして、それを献身的になんか,か、あの、看病することによって、周りから、 あ、いい人だね、とか、まあそういうふうに見るこ、見られることによって、あの、社会的つながりを持とうとする感じなんですけど、この大流民品ハウス、ダイフ、ハウゼン症候群っていうのの被害者の22%は死に至るらしいです。ということを、もうこの、なんかあの、まあ緑とかが、なんかあ見つけて、結局、まあ警察、あの、まあ警察に通報して、まあ父親はまあ逮捕されて、まあ、 で、父親の方も,も、精神的な病気だっていうことで、もうそういう病院に送られて、あの、まあ、妻子とは離れて、まあ、離れて治療を受けるっていう感じで終わるんですけど、父親は、あの、まあ、医師のか、医師のなんか、まあ、監視のもと、二人に会いたいって言ってるけど、もう、妻も子供も、もう、やっぱ怖いじゃないですか。ということで、会うのを拒否されてしまうっていう、ちょっと悲しい終わり方してるんですけど、 うーんまあ、これはしょうがないですね。で、次は、あの通りの道っていう、まあ、この緑が学会に出て、あんま結構ほら、あの、薬剤師って、 重要な仕事なんですけど、例えば、病院で薬をもらったら、本来は、なんか薬剤師にあ詳しく聞いた方がいいんですけど、まあ、ここにも、あの、第24条、あの、処方箋に疑わしい点があるときは、その処方箋をこうした医師、司会、または獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならないっていう書いてるように、薬に関しては薬剤師なんですけど、まだまだ、やっぱ病院とか見てると、薬をもらった後、まあ、 医師とか看護師にやっぱ説明求める人がまあ多いのは多いなっていうのはやっぱ感じますね。で、まあそういうのがないようにこの学会でなんかまあいろいろまあ動い、あまあ、動いたりとか説明とかしてる話なんですけど、まあ終わった後、また来年もやるぞってまあまあまあ勢い、まあ力を込めて言ってるところがちょっと印象的ですね。で 第40話、異国のあ、異国の風っていうのがあるんですけど、今現在、日本は228万人の外国人がもう、なんか移住して住んでるらしいです。もちろん、あの、言葉の壁もありますけど、まあ宗教とか、あの、まあ文化の違いとかで、やっぱどうしてもあの薬の問題が、 薬,あ薬の問題とかあるんです特にあの、まあ、イスラム教とかなってくると、病院食だって、あのまあ、お酒ダメじゃな、だメ,メじゃないですか。で、あのあの薬がだめだ。 あ、薬じゃなかった。お酒がダメだっていう話なんですけど、これが、あのー、例えばなんか青森とかビールとかだけじゃなくて、料理酒もダメなんですよ。料理酒ぐらいいい,いだろうと。で、あのー、結構、 スーパーで売ってるお醤油とかお酢とかあるじゃないですか。あれも結構なんかお酒入ってたりするんですよね。で、しかも、あ飲むわけじゃないですよ。あの、アルコールもダメだと。消毒でアルコール使ったりするじゃないですか。これもダメだと。いうわけ。だからミルトンだったり、まあ、他のなんか消毒薬を使ったりとかしないといけないから無駄に用費かかるなっていうか、もうその辺ぐらい別に目つぶってもええだろうとか思うんだ、思うんですけど、まあ、まあ、なんか、 めんどくさい、面倒くさい人たちじゃないで今。いや、まあこれはまあここだけの話ですけど。で、あの、でもやっぱりイスラム圏の人,か人,人とかも、僕も今日はあの、朝早くスーパー開いてたら、明らかにイスラム圏の人が買い物してるのも見,あ見てますし、 あの、やっぱりどうしても外国人どんどん増えてるんですよね。あの、日本ってどんどんもう人口減っていってますし、まあ、補うためにはどうしても、あの、よその国から入れないといけないと。そしたら、まあ、よその宗教はも日本に来たんだから、もう、合に入れば合に従えって、だけじゃもう済まないので、あの、まあ、この辺は、ま、あるあ程度合わせていかないといけないんだな、とは思いますけど、で、あの、その時に、この、 あの、ハラール認証っていうのがあるんですよ。あの、例えば薬でも、あの、許された薬っていうのがあって、あの、この薬、例えばあの、2018年にインドネシアで、あの、インフルエンザワクチン、 なんですけど、このインフルエンザワクチンは、あの、豚を、あ豚由来なんですよ。豚から作、豚の体になんかでワクチン作ってるんで、あの、豚から、ぶあ豚みたいな不条の動物から取ったワクチンをしたくないっていうことで、まあ、あの、まあ、なんか拒絶されてしまったりとか、そういうのがあったんで、これはだったらそういうのに引っかからないですよっていう、あの、ハラール認証のあるなんか薬だけを使うんですよ。 医療費たこつくな、<laughs> 医療費たこつくなっていうか、この人はちゃんとあの保険とか、そういう税金しっかり払ってるのかなっていうか、まあ、あまあ、この辺はちょっと医療費高く、はっきり言って、ちょっと、まあ、そこまで細かくするのはなんか、めんどくさいなっていうか、まあ、ちょっとあのビーガンの話しますけど、あのビーガンとか、 まあ、とにかく、目の前のものしか見なかったりとかするから、例えばあの、ビーガンだけだと、あの、まあ、栄養が足らないから、なんか錠剤とか飲んだりするんですよ。その錠剤を作るのに、かなり多くの動物の、動物があ犠牲になってる、な、なったりするのが結構あるんですよね。で、この錠剤飲んで、タンパク質とか、ミネラルとか補給するんだったら、はっきり言って、あ例えばなんか牛肉でも、豚肉でも、 1 0 0ムぐらい買ってきて食べた方が、あの、動物を殺さなくて済むんだよっていう薬もちょこちょこある、薬っていうか、錠剤とか、そういうのもちょこちょこあるんですよ。化粧品だって。そういうのを無視して、あの、ビ俺はビーガンだから野菜しか食べないんだっていうのは、ちょっとどうかな、ち、ちょっと違うんじゃないかなと思うところはあるんですけど、まあ、ここでなんか亡くなった人も、あの、あここで亡くなって倒れた人も、 あの、まあ、宗教とかの関係でなんか受信を拒んでたみたいなんですね。でも、あの、新人の時からしつこく言ってきたはずだぞ。帰ってだけじゃなく患者を見ろって。それは外国人だろうが、戒律の厳しい宗教だろうが関係ない。まあ、理想はそうかもしれないけど、日本に住んでてイスラム教のこと分かるわけないんだから、そこを厳しく追求するのはちょっとあんまりじゃないかなとは思う、思うし。 その宗教をそこまでするんだったら、それぐらいのリスクとか覚悟を持ってやれよっていうか、ここまでそういう、まだ、あの、薬剤師の免許を取って間もない人になんか巻き込むなよとか、ちょっと思って、ちょっとイラッとはしますね。